キャロリン・ベゼット・ケネディは、アメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディの息子、ジョン・ F ・ケネディ・ジュニアの妻。マサチューセッツ州のごく普通の中流家庭に育ち、教員の資格を取るための勉強をしていたキャロリンは、ボストン大学卒業後、地元のカルバンクラインのブティックで販売員として、働き始めた。そのうち、そのルックスとセンスの良さが、 ニューヨークの本社から視察に来たエグゼクティブの目に留まり、本社オフィスのスタッフとして引き抜かれた。アメリカで、ストリートスマートと呼ばれる、したたかさ、美しさ、そして、本社スタッフも舌を巻くファッションセンスの良さで、キャロリンは、広報のポストを獲得し、スタイリストやセレブリティに製品を貸し出したり、セレブリティのワードローブのコンサルタントを担当するようになった。ケネディ・ジュニアに出会ったのは、 セントラルパークでジョギング中のことだったと言われる。その後二人は、ケネディジュニアの友人でもあったカルバンクラインの当時の妻、ケリーを通じて交際を始め、2年間の交際を経て1996年9月19日、ジョージア州カンバーランド島の小さな教会で極秘結婚した。ウェディングドレスは、カルバンクラインのデザイナーで、まだ無名だったナルシソロドリゲスが手掛けた。 結婚当初はソーシャルクライマーという言葉が盛んに使われ女性たちがキャロリンのようなシンデレラストーリーを求めて一流ファッション誌のアシスタントエディターやデザイナーブランドの広報等給料は安くてもイメージが良く社交界のセレブリティが集まるパーティーに出られるような仕事を選ぶというトレンドが起こった結婚後も夫と共に美男美女カップルとして その洗練されたファッションセンスで世間の注目を集めた。どうやってジュニアを追い止めたのと聞かれると当時出版されたばかりの恋愛マニュアル本ルールズを取り出し、これを読んで彼にプロポーズさせたのよと答えた。この本はアメリカでベストセラーとなり、日本でも翻訳書が理想の男性と結婚するための35の法則のタイトルで出版され話題になった。 1999年7月16日、夫のいとこの結婚式に出席するため乗った小型飛行機がマサチューセッツ州マーサズビニヤード付近の海に墜落し、操縦していた夫、同乗していた姉、ローレン・ベセットと共に死亡した。遺体の灰は会場に巻かれた。ありがとうございます。